こんにちは。今日はアンカーナノ2を分解レビューします。定格の電力は 45W です。ノートパソコンを充電できます。アンカーの販売ページを見てみると、従来の 45W の充電器より 35% 小型化しています。 35% 小さくなった理由は、これを分解すればわかります。ナノ2はガントランジスタを採用しています。ガントランジスタは窒化ガリウムと呼ばれる半導体です。安い充電器とかに使われているシリコントランジスタと比べると、物理的性質からしてかなり性能が良いです。性能の良い半導体を使うことで 45W なのにここまで小さくできた、そういうことだと思います。アンカーの販売ページを見てみると、ナノ2にはアンカーガン2と呼ばれる独自技術を搭載しているらしいです。これについても分解していけば、どこら辺が独自技術なのかがわかるかと思います。ナノ2について気になる人は概要欄に Amazon の販売リンクを貼っておきましたので、そちらから見てください。コンセントを挿すところをこういうふうに開きました。この内側の壁とこの中身が白い接着剤でくっついています。なのでこのまま引き抜くことはできません。こちらの面も開けないと多分中身取り出すのは無理ですね。とりあえず分解できました。こんな感じです。まずこれを見てください。基板の実装の仕方がすごいですね。部品の実装密度もかなり高くなっています。基板いくつかあって、こちらに1面、2面こちらにももう一つ3面あって、で分かりにくいんですが、この間にももう一つ基板が入っています。なので基板が4つ使われていて、でそれをなんか3次元的に配置している、そういった構造になっています。他の充電器と形を少し比較してみます。これもアンカーから出ているパワーポートアトム3スリム、薄型の USB 充電器です。アトム3スリムもガントランジスタを使っていて、非常にコンパクトな製品として評判が高いです。こちらの製品については基板が1枚だけの構造になっています。この形状でもかなりコンパクトにできていたのですが、さらにコンパクトにするためナノ2では、こういうふうに基板を、3次元配置しているわけですね。実際ナノ2なんかは部品の充填率はかなり上がっています。実際ケースに入った状態を見てみると、こういうふうに無駄なスペースがほとんどありません。わかりますか？つまり部品がギチギチに詰まっているということです。アトム3スリムもかなり小さくはできているんですが、こういうふうに箱に収めてみると結構空きスペースというか、部品が充填されていないスペースが目立ちます。アンカーの USB 充電器の、部品の配置の仕方、昔どこかで見たことあるなって思っていたのですが、それがこちらです。アップルの iPhone の USB 充電器です。 iPhone の USB 充電器もかなり、部品の配置の仕方を工夫していて、コンパクトな仕上がりになっています。実際見てみると、結構似てますよね。ただアンカーの方は、基板が追加で2つありますので、そういったところはちょっと違うところかなっていうふうに思います。ここで一旦ナノ2のカタログスペックを精査してみます。価格は3390円で、定格電力は 45W です。寸法については 3.5cm×3.8cm×4.1cm、コンパクトな仕上がりです。でこの寸法から体積も分かって 54.5 立方センチメートルです。質量は 68g です。でこちらのカタログスペックからいろいろ計算できます。まず1つ目が電力割る体積です。電力が大きくて体積が小さいので、この数値は大きいほど優秀ということになります。ナノ3の場合は 0.85 でした。次に電力割る質量です。これも電力が大きくて質量が軽いほど優秀な USB 充電器になります。 0.66。 最後は価格割る電力です。価格が安くて電力が大きいほど優秀なものということになります。なのでこの数値は小さい方が優秀です。 75.3 になりました。ナノ2の計算をこういうふうにカタログスペックからしましたが、比較のために一応アトム3スリムの方もちょっと計算してみました。アトム3スリムは扱える電力は 30W で、こちらより 15W 小さい計算になります。で次に寸法は違うんですけども、結局体積はこちらと同じものになります。
アトム3スリムを計算すると 0.55、0.53 で 86.6 になりました。まあ、この計算結果から何が言えるかというと、こちらのナノ2は、まあ、計算した3つの項目については全て優秀ということです。体積あたりの電力も大きいですし、質量あたりの電力も大きいです。そして最後に 1W あたりの価格もこちらの方が安いということになります。この結果から見るとナノ2の方が1立方センチメートルあたり 0.3W 大きな電力を扱えて、次に 1g あたりだと 0.13W 多く電力を扱えます。で、価格については 1W あたり11円くらい安くなる計算ですね。とりあえず全体の構成がどうなっているかを簡単に見ていきます。これはコンセントの部分で、そこから線が出て基板に接続されます。基板に入ってからすぐに黒い四角い部品があります。これはダイオード整流器です。コンセントから来ている交流電圧をこのダイオード整流器を使って一旦直流に変換します。その後にはすぐこちらに入ってきて電解コンデンサーとインダクター、そしてまた電解コンデンサーを通ります。この電解コンデンサーを通った後はすぐにこちらの IC 部品に入ってきます。この IC 部品はパワーインテグレーションズ製のガントランジスタです。このガントランジスタを通った後はすぐこちらの黄色い部品がありますが、これは変圧器です。この変圧器を使って USB で使う電圧まで落とします。この配線は上側の基板につながっていて、この上側の基板からあの USB-C が出てます。こちらの IC 部品は USB-PD の制御用 IC です。こちらのガントランジスタが載っている基板がありますが、基板と基板をこういうふうにハンダ付けしているような構成になっています。反対側もそうですね。ここに基板が刺さっていて、でこの反対側を見てみるとこういうふうにハンダ付けされています。ナノ2に使われているトランジスタの刻印を見てみると INN3379C と書いてあります。これを調べてみたところ、どうやらパワーインテグレーションズから発売されているイノスイッチ3ファミリーのものでした。データシートを読んでみると INN3379C は AC アダプターとして使う場合 65W まで使えます。こちらに使われているガントランジスタについては誰でも入手できるものになっています。アンカーの販売ページを見てみると、アンカーガン2と呼ばれるアンカー独自の技術が開発されて、そしてこちらのナノ2に適用されているみたいです。なのですが、ここまで分解してきていますが、私にはアンカー独自の技術というのは見つけられませんでした。動画の後半でさらに分解します。次はスイッチング周波数を測ります。アンカーの販売ページを見ると、スイッチング周波数を高くしてこの中に使われている部品を小さくしていると書いてあるので、実際どのくらいのスイッチング周波数になっているかを確認します。このオシロスコープを使って波形を見ます。実験を始める前にスイッチング周波数について話します。スイッチング周波数というのはスイッチを1秒間に何回閉じたり開いたりするかのことです。これは USB 充電器の回路の一部を書き出したものです。で、こちらの部分が変圧器です。先ほどのこの黄色い部品のことです。で、こちらにあるのがガントランジスタです。で、ガントランジスタっていうのは実はスイッチのことです。実際の記号はこう書きます。で、このスイッチを閉じたり開いたりすることで、ここの変圧器の部分に電流が流れたり流れなかったりします。スイッチング周波数を高くすると変圧器やキャパシタを小さくすることができます。ただ闇雲に高くすればいいというわけでもありません。例えばスイッチング周波数を高くするとこのガントランジスタの部分で発生する損失が大きくなります。これはスイッチング損失と言います。なので実際の製品では部品の小型化と、そして損失のトレードオフの関係をどこに決めるかというのが重要になります。充電電圧を変えたいので、こちらの USB-PD のトリガーを使います。今電源は入っていますが何も充電していない状態です。ここにプローブを押し当てるとこんな感じで波形が出てきました。で、少し充電の電流を大きくしてみます。はい、こんな感じです。ちょっと拡大します。今電流ですが 5V 3A 流しています。周波数がだいぶ高くなりましたね。 5V 3A 15W の場合だとスイッチング周波数は 35kHz になっています。
電流はそのままで電圧を 9V にします。つまり電力では 27W を消費している状態にすると今は 52kHz くらいです。電圧をさらに大きくして 15V にします。そうしますと、はい、もっと高くなりました。スイッチング周波数は 70kHz くらいになっているようです。アンカーの製品ページを見てみるとスイッチング周波数を高くしたって書いてありました。でナノ2のスイッチング周波数は35から 85kHz でした。でこれは実際に測った値です。で以前アンカーから発売されている別の製品を分解しましたが、そちらについてもだいたいスイッチング周波数は 80kHz くらいで動作していました。でこれはガントランジスタを使っていない製品です。なのでナノ2のスイッチング周波数が特別高いかと言われると、まあ、そんなこともないんですね。実は 45W でずっと使い続けると温度はどうなるかというと、一番暑いところで91度くらいです。結構暑くなりますね。ガントランジスタについては 88.2 度くらいです。これも結構高いですね。で変圧器の温度についても大体同じくらいの85度です。ただ 45W でずっと使い続けるってことは、まあ、あまりないかなとは思います。実際にはケースの中に入っているのでこれプラス 2,3 度といった感じでしょうか。まあ最大でも95度くらいですか、まあ、そんな感じだと思います。まあ、中身の温度はかなり高くなるんですけど、ケースの温度は多分上がっても60度くらいかなっていうふうに予想しています。これはもうケースを壊してしまったのでちょっと確かめようがないですね。次は効率の測定をします。効率の測定にはこちらの測定器類を使いました。この USB チェッカーを使ってもいいんですけど、これだと、まあ、あまり正しい値は得られないだろうってことで、まあ、毎回これを使っています。効率の測定風景はちょっと省いていきなり結果から見てもらいます。まずこちらです。横軸は出力電力、つまり USB から出ている電力のことです。で左側にある縦軸は効率です。この効率が高いほど優秀な充電器ということになります。効率が高い場合発熱が少なくなったり、あとは消費電力が少なくなりますので電気代がほんの少しだけ安くなります。まあ、電気代についてはほんの微々たるものなので、まあ、気にしない方がいいです。効率の測定は4つやりました。 USB の出力電圧が 5V、9V、15V、そして 20V の場合です。まず全体の傾向として電力が低いときは効率は低くなります。特に 20V の場合は特に効率が低くなって 75% 付近になっています。で出力の電力を大きくしていくとそれに従って効率はどんどん高くなります。5V の場合は最初効率 80% くらいから始まって、でその後どんどん上昇していきます。で最終的に効率はだいたい 89% くらいになっています。効率は 90% には届かないみたいです。で次に出力電圧が 9V の場合ですが、これも同じですね。効率は一番高いところで 90% です。次に電圧が 15V の場合はこれもだいたい似たようなカーブになりますね。一番高いところで 90%、 最後に電圧が 20V の場合はどんどん効率が上がっていって、一番効率が高いところは一番電力を取っているところになります。 90.5% です。このカーブを見てちょっと不思議に思いました。まあ、なんでかっていうと効率カーブって最初低いところから始まってだんだん上がっていくんですね。だいたい 50% くらいの電力のところでピークになります。でそれ以降はちょっとずつ下がっていきます。これがよくある効率カーブです。でもこれを見てもらうと電力を取るに従って効率もどんどん上がっていって下がりませんね。これはちょっと不思議だなって思いました。多分小さい中にいろいろ 45W 分詰め込んでいるので発熱的にはかなり厳しいはずです。 45W で動作している時が熱的に一番厳しいです。なのでそこでの損失を減らすためにこのような効率カーブに設計したのではないかと考えています。効率の測定とかスイッチング波形の観測とか全部終わったので最後は完全にバラバラにします。もう元に戻せないやつです。分解して清掃もしました。だいたい5つのパートに分かれています。これがメインの基板、これが USB ケーブルが刺さるところの基板、これはガントランジスタが乗る基板、これは変圧器、
そして最後にプラスチックの部品です。これは電解コンデンサーにかぶせるための部品です。基板の表面に2020年10月と書いてあります。なのでこの頃にはもう製品としてほぼ完成していたんですね。メインの基板に載っている主な部品はダイオード整流器、フューズ、フィルター用のフィルムキャパシタとインダクター、あとは電圧を平滑するための電解コンデンサーとインダクターがあります。 USB 基板には固体コンデンサーや MOSFET、まあ、あといろいろ他の部品があります。これは USB PD 用の制御 IC です。ガントランジスタ基板にはパワーインテグレーションズ製の、まあ、ガントランジスタと、あと裏面はこういうふうに放熱性を高めるために何も塗っていません。この部品は形的にダイオードかなって思ったんですけど、キャパシターでした。これは変圧器です。変圧器にはノイズ対策用の銅箔が巻いてあります。ということで今日はアンカーナノ2の分解レビューをしてきました。でアンカー独自のアンカーガン2についてはちょっと分解しただけじゃ分かりませんでした。使われているガントランジスタについてはこれは調べた限りでは市販品ですし、あと基板の3次元配置ですね、まあ、これについてもアンカー独自かって言われると、まあ、そんなこともありません。ガントランジスタについてはパワーインテグレーションズがもしかしたらアンカー専用の仕様で作っているかもしれませんが、そこまではちょっと分かりませんでした。今度 30W 版と 65W 版も発売されます。なのでそちらも分解してから結論を出したいと思います。まあ、ここまでいろいろ言ってきましたが、製品としての完成度はかなり高いです。今まで USB 充電器をいろいろ分解してきていますが、このアンカーナノ2が一番完成度が高いです。これだけ小さい中に 45W を詰め込んだというのは称賛以外ありません。ただ小さい中に 45W を詰め込んだことによる熱的な不安は少し残っていますが、それを差し引いても十分完成度は高いです。多分これを買っておけば間違いありません。一応概要欄の方に Amazon のリンク貼っておきましたので、気になる人はそちらの方を見てください。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。